急いで。あそこから屋上に出られるわ。平気、おばあちゃん。大丈夫よ、ボビー。先生、あれは雨が上がって街が燃えてる。ビルが、ガスタンクが。地獄だ。私たちの町が、ラクーンシティが滅ぶ。ボビー。え、何、おばあちゃん。嬉しかったよ、一緒に暮らそうって言ってくれて。もうおばあちゃん思い残すことは何もないよ。やだよおばあちゃん、僕ピアノもっと聴きたいよ。一緒に帰ろうおばあちゃん、あの家へ、僕とおばあちゃんの家へ。おばあちゃん。ボビー、ローズ、私の命に代えてあなたたちを守る。絶対にここから逃がすわ。見ててエド、私絶対諦めないから。来たー。ボビー、このフロッピーを新聞社に届けて。頼んだわよ。先生は、早くおばあちゃんと一緒にゴンドラに乗って。先生、急いでローズ、しっかり捕まって。下ろすわよ。先生も早く。いいから行きなさい。ダメだよ先生。先生、ここから先は行かせない。二人を殺させはしないわ。ママ、私を、リンダを守って。ママ。大丈夫？おばあちゃん。これでも、若い頃は飛ばし屋だったんだから、運転はお手の物よ。そうじゃなくて、体の方。大丈夫よ。リンダ先生のおかげで、ここまで来れたんだもの、弱音は吐けないわ。それより、ちゃんと持ってる？ボビー。フロッピーでしょ？うん、ちゃんと持ってるよ。あの川沿いをまっすぐ行けば、新聞社の支局よ。でも、そこの人たちもゾンビになってたら？その時は、町を出るのよ。それを渡せる人を見つけるまで、走り続けるの。どこまでも二人で。うん。おばあちゃん。え？僕、もう一人ぼっちじゃないんだよね。ええ、私もね。これからはずっと一緒だよ、ボビー。うん、おばあちゃん。車リアルに何か